まず塗料の性質ですよね。で、白っていう、まあ、非常に東洋的なものを使うものですから、それがそのボディにどのくらいこう定着するかっていうのは、俺心配だったんですけど、あの絵があの雪っていう、雪月花のうちの雪っていう形のものですから、まあ雪っていう形にしようかなと思ってますけどね。非常に定評のあるデザインの車ですからね、それなりに、まあマスキングっていうのかな、あの必要以外のところをカバーしたりなんかすると、そのたびにあの車の様相っていうのかな、表情が変わりましてね、それも面白かったし、ただあの仕上げをしてくださった形がね、とても綺麗なものですからね、さっきマークつけた、いや本当に仕上がったっていう感じがして、なんか子供みたいにあの楽しくなった感じが実感ですけどね。